ボルフガング・ホルツマイアは、オーストリア、ザルツブルク郊外フェックラブルック出身のバリトン歌手。ボルフガング・ホルツマイアは、ウィーン音楽院で、ヒルデレッセルイコールマイダンとエリック・ベルバの下で学び、特に、リートとコンサート及び、オラトリオ歌手として活躍した。1974年にはすでにルキーのビスコンティの映画、家族の肖像のために、シューマンの歌曲、静かなる愛を歌っている。 ホルツマイアは世界的な音楽家としての足跡をロンドン、リスボン、ウィーン、ザルツブルク、ニューヨーク、デンハーグ、ワシントン、グラーツ、グスタート、パリなどに残している。共演したピアニストにはイモージェン、クーパー、ティルフェルナー、ルッセルリアン、ロジェビによるジェラール・ワイスなどがいる。また、多くの有名なオーケストラと共演している。 ライプツィヒゲバントハウス還元楽団、イスラエルフィルハーモニー還元楽団、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、クリーブランド還元楽団、ウィーン公共楽団などで、それぞれ有名な指揮者たちと共演した。同時に、オペラ歌手、オペレッタ歌手としても、国内外の舞台、ダラス、トロント、シアトル、香港、エアフルト、リオン、リールなどに立っている。 オペラ歌手としてのレパートリーは、マテキのパパゲーの、コジュファン・トゥッテのドナ・ルフォンソ、バラノキシのファーになる、ナクソス島のアリアドネの音楽教師、タンホイザーのボルフラム、マダン・ロイテノ・オトカル、コウモリのアイゼンシュタイン、また、ジップシー・ガンシャクのオマニーなどが挙げられる。ボルフガング・ホルツマイヤは、ザルツブルク・モーツァルテウム大学の、リート・ラトリオカ教授として、更新の指導にも当たっており、 その門下からは、クリスティアーネ・カーグ、アニア・シュロッサー、コルドラ・シュスター、アンドレ・シューン、マティアス・ビックラーらを排出している。またヨーロッパ及び北米において、マスタークラスを受け持っている。2014年をもって、第一線を退くことを宣言したものの、完全な引退状態ではなく、機会があれば、舞台に上がっている。ボルフガング・ハルチマイヤー・ホムペオフトリツカレンダー。 ありがとうございます。